今日はもうパパランさん久しぶりにお会いしましたね。あ、どうもありがとうございます付き合いは本当長いんですけれども、パパランさんのね、もうサザンのミックス、ありがとうございます。で今日もね、あのユーミンね、あれ来てる楽しみなんですけど、本当全部持ってきました。ミックス CD といえばパパランさん、ありがとうございます一生懸命作ってますパパランさんね、YouTube もね、チャンネルもやってらっしゃって、すごい登録者もいるんですけれども、はい、ありがとうございます。なんかね、でも今日は本当にありがとうございました。どうも、本当にありがとうございます。本当、本当、あと綺麗なギャルもいっぱい来てくれて、あ、どうも、4人ぐらい、3人連れてきて、あのファンがね、いっぱいいるんですよ。サクサラファンだからね今度でも YouTube の対談みたいなのもやりたい、うん、あ、やりたい、本当やりたい。例えば、うん、パパランさんってもう20年以上前からいろんなヒップホップのイベントとかやってて、で例えばオーガナイズのことであるとか DJ のことであるとか、いろんなね、うん、思いがあるとは思うんですが、自分はほらそういうのって楽屋で裏ネタになっちゃうから、うん、実は YouTube であんまり言ってなくて、で覆面かぶってだからいいんですけど確かにね、あんまり言えないじゃないですか。本当言えない、本当言えない、ね、本当言えない。やっぱ普段の市場に差し支えるちょっとその辺はちょっと声を変えて覆面とモザイクで、モザイクでも今言っちゃったからバレちゃうけど、うん、まあでもあんまりそういうことは分かんないけど、うん、まあ、楽しくね、今日は夏一番ね、そう、日が長い日っていうことで楽しくクラブカクタス、都内で随一のレゲエの箱なんですけど、 J-POP 歌謡曲で楽しくやらせてもらいました。本当ね、最高でしたよ。本当皆さん来た方がいいですよ。本当によろしく、山山っていうことでね、カメラを撮ってるこの笹室さんがまたすごいんですけれども、笹室さんのね、 T シャツがまたね、今日の T シャツもやばいんですけれども、これは仁義なき戦いのトラックですけど、笹村さんのね、仮面ライダーショッカーとかね、立花レーシングってみんな知ってるかな、あの仮面ライダーの、ああいうのちゃんと許可を得た上でやってるんですよ。提携してちゃんとね、そう、それってなかなか許可ってすごいと思うんですけれども、ないないない、じゃあ本当にそれでね、やってますんでね、 T シャツも素敵なんで、あ、それも概要欄にノルソルマニアっていうねとこ貼っておきますんで、最高だったんだけど、本当に最高ですね。いや、もう本当つなぎもやばいし、もうミックスもやばいし、浅草さんもやばい、やばい、俺はもう一曲もつながない DJ ってすごくないですか。めちゃめちゃ盛り上がる、盛り上がってこない来ないとやっぱ分かんない。いやいや、それぞれのチャンネルも見てもらってよろしくお願いします。ありがとうございます。Yeah!
レディー。生麦生米生卵、生麦生米生卵、遊んでいこう。まだまだ歌えるからどんどんマイク握っていこう。じゃあ What is the first thing that you have inside?言われちゃうと思います。こんな曲いってみましょう。よー、